いつ起きるかわからない災害に備えようと、きょう松山市で中学生が防災の重要性について学びました。この訓練は将来の防災リーダーを育成しようと、曽我地区連合自主防災会や消防団、警察などが松山市卓南中学校の全校生徒を対象に毎年開いています。総勢およそ570人が参加した訓練では、生徒たちが避難所運営ゲームを体験、3年生をリーダーにして避難してきた人を家族構成や年齢、持病の有無などによってどのように部屋分けするか考えていきます。このほか段ボール製のベッドの設営を手伝ったり、布製の簡易担架で怪我人を運ぶなど、訓練を通して災害に備えることの大切さを学んでいました。